もうよくわからなかった。津田口は東側の駐車場だから、うん、そっちに集まってもらうということで16年頃から立ち上げて活動させていただいてたんですけども、まあ動いてる人とか一緒やし、なんとかこう企画をさせていただきました。ちょうど津田口は お正月のお水取りのいいかな、旧正月は暦の関係もあるし、思ってからさせていただいて、まあ、僕の暦のお話聞いていただくのが初めて、去年天地明察という暦を作る人の本が貸し出し中という感じで、僕もいつか読んでみたいなと思っているんですけど、もう少しのことかいう人で入れたのを思い出して、つけて回し出したのが最初だったんです。逆さに行きましょうか。何も根拠もない。毎週確実に回ってくる、機械的に回ってくる大体、本当に根拠がある。見舞えなかった。いや、やめてもらえば、まあ、そういう意味じゃなくて、あんまり言うたら根拠、安全な根拠はないわけじゃない、ね、例えば3月一番右の立春。立春だ、ね、立春、秋分も全部変わるっていう感じと、それと、この20日がね、21日が春分の日なんで、ね、これは変わるのは尻尾が来るんですよね。朝は、あ、そっか、紅茶と言われたっけ、だから、朝はじゃあ、初めまして、はい、なんか理科の先生だ、ビッグの鈴木だが、もう私一人一人の全部これちょっと書かせてもらって記憶力だけはいいので全部もしっかり覚えましたので、ぜひ、これからも、私の人生の中でかけがえのないお友達となれますように、本当に今日の、出会いに心から感謝したいと思います。今日は旧暦の旧正月ということで、もう一年の始まりが素晴らしい人となりました。大江浜を置いとったんですよ。これでその当時今言った小川ちゃんのお風呂へね、八丁別館やったら、行きよったなぁ思ってね、あそこでもう、船の中で泊まってね、ほんで役所出勤しとった時があるんですよ。あんでまあ美味しいのがあんまり行ったり